まだ戻ってこない。師匠に何かあったら。見ろ、泣いてる子がいるぞ。何かあったのかな。声をかけてみようぜ。師匠が火山小石を取ってくるって言って店を出たまま帰ってこないの。守衛のおじちゃんたちにも話したけど、今部族は人手が足りないし、そこの地形は険しくて魔物や悪いやつらがいっぱいいるからって。ひとまずできる限りの準備をして、それが済んだら師匠を助けに行くって言われたの。でもそれじゃ手遅れになっちゃうよ。助けてくれるの？よかった。さっき守衛のおじちゃんが偵察した場所、地図に書いてあげるね。ここに長英師匠がしばらくいたんじゃないかっておじちゃんたちが言ってた。もしかしたら悪者に追われて影縫いの針のあたりまで行ってるのかも。もしそうだったら、お姉ちゃんお願い、長英師匠を助けてあげて。この辺り、あっち行って。あそこを見ろ、あの人がオイラたちの探してる長英師匠じゃないかな。やるな、こいつ。もしや噂の旅人か。どっから出てきた。強すぎる。野郎ども、つらかるぞ。うわ、あいつらそそくさと逃げてったぞ。しかも判断が早い。ありがとう。君たちがいなきゃ崖から落とされるところだった。まさかあの有名な旅人が助けてくれるとは。今日は本当に運がいいみたいだね。おっと、ごめん、自己紹介がまだだった。私は長円。最悪の運勢だったけど、今さっき幸運に恵まれた宝石職人だよ。あの子に、はあ、心配をかけてしまったようだね。店を出た時は2日くらいで戻れると思ったんだけど、まさか影縫いの針の近くで新しい火山小石の鉱脈を見つけるなんて予想してなくって。しかも香料も多いし、純度も格段に高いときた。だからそこで火山小石を採掘してたんだ。たくさん取れたし、そろそろ引き上げようとしたら、小石に含まれる粘素が魔物を引き寄せてしまってね。それに君も見ただろうけど、この間ずっと上にぶら下がってた影縫いの針が落っこちたせいで、辺り一面に大きな穴が開いてしまったんだ。私が見つけた鉱脈は端にあったから、その影響を受けずに済んだけど、今や驚いて興奮した魔物がそこかしこにうじゃうじゃしてる。私はパニックになりながらも魔物を迂回する道をどうにか進んだよ。ところが外に出た途端、運悪くさっきの盗賊たちに見つかってね。君たちがちょうど来てくれて本当に助かった。小石を持ったまま逃げたのか。そんなに危ないなら石を置いてけばよかったじゃんか。ほとんど置いてきたよ、この一番純度の高い小石以外はね。これだけは絶対に持って帰らないといけなかったんだ。ラゾーリ、それとかわいそうなニエガちゃんのためにも。
ああ、知らないのも無理ないか。ラゾーリは昔、米を作る職人だったんだ。ニエガちゃんは、その彼女の娘だよ。シロネンのことを知ってるのか？ラゾーリは彼女の話になると、これでもかっていうくらいに、いつも褒めるんだ。コメの造形が最も深い人、一族の未来、職人の最高峰。こんな風に称賛の言葉が絶えなくってね。ラゾーリは口にしないけど、彼女にとってコメを作ってた日々は今でも懐かしいものなんだと思う。娘のためだよ。ニエガちゃんが不幸にも重い病気にかかってしまってね。ラゾーリは全てを放り出してあの子の看病に専念するようになったんだ。ニエガちゃんの病状が一番ひどかった時のラゾーリはまるで泥沼に沈んでいく松明のようだった。一生懸命光と熱を発しながらも足元から泥水がどんどん押し寄せてきて、でも幸いなことに医者の薬と大霊の加護のおかげで、ニエガちゃんの一度消えかかった命の炎は再び燃え盛った。それからあの子の体調は徐々に回復していってね。まだ体は弱ってて家の中で安静にしてなきゃいけないんだけど、もう手紙を書けるくらいには体力が戻ったんだ。ニエガちゃんはよくあのシロネンにも手紙を出してるって聞くよ。あの子の将来の夢は米を作る名職人になって、かつてお母さんが誇りに思っていた職務を引き継ぐことなんだってさ。あと何日かしたらニエガちゃんの誕生日なんだ。それでラゾーリがわざわざ私に頼んだんだよ。あの子の誕生日プレゼントのために純度の高い火山小石を探してきてほしいってね。そっか、大事な石なんだな。こんなに綺麗なプレゼントをもらったら、ニエガもきっと早く元気になってくれると思うぜ。ありがとう。あの親子もその言葉を聞いたら喜ぶと思うよ。さて、あんまりイミシュを待たせるわけにもいかない。そろそろ戻ろうか。そうだ、よかったら明日一緒にラゾーリに会いに行かない？小石を取られずに済んだのは君たちのおかげでしょ。大事な小石を守ってくれたんだし、同じくらい重みのあるプレゼントをもらってもらわないとね。おう、気分が良くなれば病気も早く治るだろうしな。もちろんオイラたちもちょこっとプレゼントがあれば気分が良くなるっていうか。安心して、絶対に満足する代物だから。それが何なのかは明日ラゾーリが教えるから待っててちょうだい。お、二人ともずいぶん早いね。例のプレゼントが楽しみで仕方ないみたいだ。そうだな、ニエガは大変な病気になってラゾーリも大事な仕事を失っちゃったから、状況は良くなってたとしても二人がうまく立ち直れるか心配なんだ。私たちがこれから行くことは伝えてあるから、もう準備はできてるはずだよ。そろそろ行こっか。イミシュ、お店は頼んだ。しばらくしたら戻るから。結構立派な家でしょう。ちょっと待ってて、ノックするから。ラゾーリー、開けて。二人を連れてきたよ。ラゾーリー、中にいるんでしょ。ドアを開けてよ。おかしい、鍵もかかってる。この時間に外出するはずないのに。ニエガちゃんいる？
荘園お姉ちゃんだよ。ドアを開けてくれる？でも変だね。ラゾーリと約束したはずなのに。まさかニエガちゃんを連れて薬を取りにでも行ったのかな。あれ、あそこにあるのってなんだ？テペトル竜の巣だよな。うん、そういえばラゾーリのところにはテペトル竜が一頭いたね。名前は確かイェングだったかな。彼女がまだコメを作ってた頃、よくイェングに採掘を手伝わせてたよ。でもニエガちゃんがああなってからはもうそういうことをさせなくなったけど。ちょっと待って、なんか周りがすごく散らかってない？イェングもいないし。見ろ、箱がたくさん壊れてる。なんかまずいことでもあったのかな。わかった。どこかに隠れておくよ。ヒーミッシュの口ってば、大霊の祝福でも受けてるの？どうしてあの子に危ないところに行くなって言われるたびこんな目に遭うんだろう。加速する。痕跡はこの崖までか。もしかしてテペトル竜は山の上まで登ったのかな。オイラたちも登ってみるかな。育てたやつかは分かんないけど、って違う、オイラたちが探してるのはテペトル竜じゃなくてラゾーリだぞ。でも見た感じこの辺りにはいないみたいだ。おーい旅人、パイモン。あれ、チョウエンが何か言ってるぞ。ラゾーリが帰ってきたよ。もう降りてきて。オイラたちが登ってすぐ帰ってきたのかよ。まったく。とりあえず下に降りようぜ。あれ、あのテペトル竜がついてきてるぞ。うわあ、いきなり突っ込んでくるなよ。ぶつかるだろう。おいで、イェング。またやんちゃしてたの？いい子ね。お腹すいた？ごめんね、後で美味しいご飯作ってあげる。さ、遊んでおいで。ご飯ができたら迎えに行くから。二人ともごめんなさいね。家で待ってたんだけど、ニエガが一人でこっそり抜け出しちゃったのよ。お客さんにプレゼントを作りたくて綺麗なお花を摘んでたんだって見つけた時言ってたわ。でもあの子ったら花を摘みながら歩いているうちに迷子になっちゃって。はあ、早く見つかってよかったわ。病気が良くなったばっかだって腸炎が。ええ、まだ体が弱くてね。それに迷子になった不安と冷たい風に当たったからかちょっと熱を出してるの。今は薬を飲ませて寝かせてるわ。大した症状じゃないから一晩休めば元に戻るはずよ。ただ申し訳ないけど
今日は二人に会うのが難しいかもしれないわ。わざわざ来てもらったのに本当にごめんなさい。いやいや、謝らなくていいぞ。ニエガはすっごく重たい病気でやっと良くなったんだろ。だからお見舞いに来ようと思っただけなんだ。オイラたちのことよりニエガに元気になってもらうことの方が優先だからな。そうね、野菜を食べさせようとする時の逃げっぷりもすごいのよ。椅子を飛び越えたり、テーブルの下に隠れたり、家中をぐるぐる走り回って、私もなかなかついていけないほどでね。あの子がここまで元気になってくれただけで、私は十分満足しているの。もうこれ以上高望みはしないわ。こらこら、なんで暗くなってるの。ニエガちゃんの気持ちはしっかり受け取ったから、次はラゾーリ、ほら、例のものを。やったぜ。どんなプレゼントなんだ。もう教えられるよな。私が作った燃焼冥黒よ。最高純度の鉱石を使ってるから劣化することがほぼないの。それに製造技法もすべて米を作るものに基づいているわ。そうじゃないわ。そんなことしたら大連に怒られちゃうわよ。米を作る技法で鉱石を加工したら、こんな結晶体ができただけ。結晶体を作り始めた当初は、綺麗で劣化しないってだけで特に実用性はないと思ったんだけど、長円がそれを特別なアクセサリーにしたらどうって助言してくれたの。米の職人が手掛ける燃焼冥黒に永遠の言葉を刻むってね。どう？思わず買いたくなってこない？あれこれ歌い文句が増えてくから、なんだかその燃焼冥黒がすごいものに見えてきたぞ。でもラゾーリが作った燃焼冥黒はそれくらいの価値があるものなんだよ。口伝えの言葉は常に信じられるものとは限らない。一人また一人と伝わっていく過程で、それは不完全なものになったり、忘れられたり、誤って伝わったりすることだってある。でもこの燃焼冥黒に刻まれた言葉は、本来の意味を少しも歪ませることなく永遠に残すことができるの。大切な友達、恋人、子供に贈るのに最高のプレゼントだよ。オイラも思わず心が動きそうになったぞ。旅人、一つ買わないか。オイラたちの名前を入れてさ、そんでお兄さんが見つかったら自分の手で名前を刻んでもらおうぜ。そうすればオイラたちの名前はずっと一緒だ。ひひっ。遠慮しないで。私だけじゃなく、ニエガちゃんの誕生日プレゼントも守ってくれたじゃない。これくらいは出さないとね。長円、さっきも言ったけど。ラゾーリも遠慮しないで。燃焼冥黒を一つ作るのにどれだけ手間がかかるか知ってるから。ありがとう長円。それに旅人さん、できるだけ早く品を仕上げるわね。出来上がったら銘を入れてみてちょうだい。その頃にはニエガも良くなってるだろうから、会いに来てくれたら喜ぶと思うわ。ロイ、そういうのは値段を聞いてから考えた方がいいんじゃないか。もしすっごい高いもんだったら、オイラたちの旅費がなくなっちゃうかもしれないだろう。ってちょっと待った。まさかオイラたちへのプレゼントとか言いつつ、本当はもっともっとオラを使ってもらうために長円が仕掛けた罠だったのか。そうかもしれないね。だって君たちそれなりに蓄えがあるでしょ。うわあ、ダメダメ、旅人、こいつの罠にかかっちゃダメだぞ。それじゃあ決まったらまたいつでも言ってね。どれ、あいつまた出てきてるぞ。おい、早く止めてくれ。もう頼
ラゾーリ、私の燃焼冥国の修理もお願いしていいかな。この間襲撃にあった時に落として紐も留め具も壊れちゃってね、つけられなくなっちゃったんだ。自分でも修理してみたんだけど、どうもうまく直せなくて。だからお願い。ええ、任せてちょうだい。元通りにしてあげるわ。ありがとう、長円、助けてくれて。いいって、ラゾーリ、ニエガちゃんが元気になってくれたらそれでいいの。ええ。ユング、いい子にしてて、後でご飯をあげるから。旅人さん、燃焼冥国が完成したら長円にそのことを伝えさせるわ。ニエガの誕生日にもちょうど間に合いそうだし、その時はちゃんとしたパーティーをしましょうね。ひひ、美味しいものがいっぱい出てきそうだな。お腹を空かせておかないと。それじゃあまたな、ラゾーリー。またね、お二人も元気で。ニエガもきっと喜ぶわ。